こんにちは、団地ブラブラです。この番組は全国各地の団地の魅力をさまざまな視点から楽しく紹介していく番組です。今回は千葉県にあります、ここ花見川団地です。それでは団地に詳しいお二人を紹介したいと思います。吉永さんと照井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉永さん、遠路はるばるありがとうございます。もう団地ブラブラするためだったら全国どこでも来ますよ。よろしくお願いします。照井さん、こちらの団地には何回も来られているということなんですけれども。そうですね、好きな団地なんでもう4回目になります、ね、あ、すごいですね、はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず吉永さんにお聞きしたいんですけれども、こちらの花見川団地の特徴を教えてください。はい、花見川団地ですね、まあ広い団地です。で、昭和40年代に作られた団地なんですけども、もうその昭和40年の団地の典型的な団地ですね。だからこの団地を見ると昭和40年代の全国の団地はどういう感じになっているということが大掴みできる、そういう団地です。ありがとうございます。それでは4回いらしている照井さんにお聞きしたいんですけれども、こちらの団地のポイントを簡単にお願いします。はい、ここの団地はですね、団地の見どころの全部載せの団地ですね。はい、何でも揃ってますね。給水塔ある、集会施設からスーパーマーケットから高層塔から全て揃ってますね。で、広い団地なんで、一周するだけでお散歩コースになる団地になっております。あ、楽しみです。それじゃあ団地ブラブラスタートしていきましょうか。はい、行きましょう。はい、行きましょう。まずこの建物を見てください。上から見ると真四角の形してるんですよ、うん、普通の長方形じゃないんですね。これをポイントハウスと言います、うん、はい、このポイントハウスがこうひしめき合って集中的にここに建てられてるっていうところで、景観的にですね、アクセントがつくようになってるってわけですね、うん、これ窓がたくさんあるんですよね。なんかすごく明るくて風通しも良くて、で、だいたいこういういい場所に建ってることが多いんですよね。そうなんですよ ね。ここもいい場所ですね。こう芝生があってね、いい感じですよね。なんか真四角なんで、もうアクセントですよね、ここって。普通の長い建物じゃなくて、この真四角っていうのがすごく特徴的で、そうそう、はい、面白いですね。これなんかこうカメラ回ってる吉永さん、ちょっと早歩き見えないんですね。あ、そういいですね。で、そちらにお待ちかねの銃刀壁がありますよ。馬ですね。馬ですね。高原のいい風景じゃないですか。塗り直しました、あれ。塗り直しましたね。ですね、こう建物を塗り直した時に、あの壁も消さないっていうのがいいですね。いいですよね。またこうちゃんと同じものを描いてるっていうのがいいですよ。ちゃんと残してくれる優しさ、すごいですね。そうですよ。あれ重要な意味がありますからね。ここの広々とした公園の、こうなんていうか、銭湯でいう富士山の絵みたいな、公園でいう、こう高原の絵でこう公園に行った気分を味わうみたいな。そうそう、自分の塔が分かるようにってことじゃないんですか。それもあるかもしれないですけどね。割とこう壁画が公園とこうセットでありますよね。そうですよね。だいたい公園側を向いてますもんね。そうですよね。じゃあ公園も面白いですよね。何ですかね、これナマコみたいなやつ。ナマコ、このナマコ遊具はよく見ますよね、この団地。そう、なんかこうなる、職人がこう手作りした感があっていいですよね。ね、製品じゃない感じ。でもこれ何のためにやるんだろうって思いません。それは子供が考えるんですよ。子供が考えるんだ。で、これこう団地のいいところっていうのはですね、この公園がこう塊こうここにポツンとあるわけじゃなくて、見てもらうと分かるんですけど、ずっと公園がつながっていく感じなんですよね。団地っていうのはですね、こう公園が連続的にこうつながっていくんですよね。で、通路も兼ねた公園みたいな空間があって、うん、そこをずっとこう伝うように歩いていくと、楽しい散歩コースになっているってわけなんですよ、ね、こう子供がさ、こうあっちこっちでこう遊んで、でこう、ね、学校帰りにジャリコでこうあーって言ったから、おーみたいなので、そうなんですよね、っていう感じで、そういう中で会いもあったりとか、どこかしらで友達遊んでますもんね、団地だと。幸せでいいですね。いいですね。団地に住んで子供幸せですよ。うん、この蛇行していく感じの道がいいですね。いいですよ。うん、こうどんどんこう景色が、そうそう、景色が連続にこう移り変わってくるね。
でこう赤こうでこう建物を少しずつこうずらして、基本的には南に向いてるんだけど、ちょっとずつずらして景観に変化をさせてあげてるんですよね。でここは色の塗り分けが凝ってるんですよね。凝ってますね。すごいですね。結構ツートンで塗ってるとか多いけども、ここは階段シスの周りだけ塗ったりとか、いろんなパターンがあるからね、面白い。こっちの塔と向こうの塔違いますもんね。違う、塗り方が違う。色の塗り方が。よく考えてるな、うちも越してくれた方がいいかな。